Start with the moves, don't wanna meditate, girl, but you, it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Only we know how it goes. We know how it goes. Our togetherness, both mind and flesh. We know how it goes. Way down low. I don't wanna push and pull, girl, come on. もう一回ね、おはようございます、白熊ちゃんの白熊です。今ようやくねコーヒー飲み終わって、ようやくじゃねえや楽しんでまったりコーヒー飲み終わってね、今あの根の口に向かってます。十和田湖見たら帰ろうかな、本当は十和田湖一周しようかなと思ったんですけど、今日はやめときますね、十分今楽しんでるから、コペンを、うんね、タイヤも一皮むけたみたいですし、気温も上がってきてるんですよ、今1度、実はね八甲田はマイナス3度だったんですね、結構まずい状態だったんですよ。あの水がね、雪解けの水が道路に流れてきてるんですけど、それが凍ってました、よっぽど注意したら知らないとまずいですね。今もう気温がだいぶ上がってきて、多分帰る頃には溶けてるとは思います。なので早朝はねだいぶ注意しなきゃいけないんですよ、本当に。なかなか今の季節だけですね、でもこんな風に誰もいない奥入瀬をこう 見れるというのは、もう去年はねもうちょっと人が多かったんですよね。まあというのも外国人の方がね結構来てたらっしゃったので、はい、今はね相当少ないですよ、本当にいないですね、ほぼ、ほぼいない、そんな状態ですね。まだまだ、まあ昔の奥入瀬渓流に戻ったって言えば戻ったのかな。私はコペン始めた頃、コペン乗り始めた頃はこんな感じだったんですよね、ずっとね、本当にこんな感じで誰もいない状態だったんですよ。それがねやっぱりインバウンドのなんでしょうね、めちゃくちゃ混むようになって大渋滞するようになったりね、冬でもね観光客が来てたりしてたんで、なんか本来のねコペンロードっていうわけじゃないですけど戻ったかなっていうのはあります。コペンねやっぱり一人で過ごすのにはすごくいい車なんですよ、本当に。なんでしょうね、この一人で過ごす空間を提供してくれるっていう感覚ですね。もうこの周りもう絶対そうですよね。なんかなんでしょうね、あの一人、もう全く一人じゃないですか今も。これね全く一人、人と接触するとか人と触れ合うとか人に近づくということがまずないですよ。まあ知ってる人は今はね写真撮りに来たりとか、
やっぱり散策に来たりとかしてますよ。ただね、そういう人たちを見るのも探さないとね、もう探してもいるかどうか。今も車ね、一台止まってたんですけど、人を見えないですからね、どこ行ってんだろうと思いますよ。うん、楽しいでしょ、なんかね。だから今の時期、こういう時だからね、やっぱり家にいなきゃいけないっていうのは分かるんですよ。すごい分かります。ただ家にいなきゃいけない理由っていうのが、やっぱり人と接触しないっていうことだと思ってるんで、ね、もう人と接触しないためのコペンって、そう感じません？なんか、うん、一人だけで過ごす、うん、だってずっと車運転してるわけですよ。今日私朝ね、ガソリンスタンド行った時も誰もいなかったし、たった一人でね、自分で入れるわけですよ。で、自分でね、ここへ一人で来て、そして一人でオフを楽しんで、もちろん換気もね、ね、してますし一人で換気してていいのかどうか微妙ですけどね。一人だったら換気必要ないのかな見てください、この綺麗なこと、美しさ、最高ですよ。本当に楽しすぎっていう状態ですよね。いや、幸せです。うん、それだけは言えます。こういうところに来れるというね、今の自分の置かれてる状況がね、まだ幸せですよ。本当に十分満足してます。あの、田舎に住んでて、田舎だからとかね、あるんですけど、皆さんもね、もし必要なら田舎に住んでもいいんじゃないですかね、今の時代。うん、今の時代だからこそ本当に地方に住むってありのような気はしますけどね。うん、東京の周りだけじゃなくてね、そういうのはあるような気がするんですけどね。私はね、なかなかね、そこは難しいのかもしれませんけど、いろんなことはね。いやー、でも本当にね、一人で過ごすための空間、自分の時間を自分のために過ごす。道路ね、道路が本当にね、あのコペンに合ってるというか、コペンのための道路だから、もうコペンとだけ、コペンを楽しむ、本当にコペンだけを楽しむために、今ね、今だからこそできるのかなっていうね、私はですね、私は今だからこそできるんだとは思ってますね。やっぱりね、何回も言いますけど、やっぱり環境なんですよね。本当にこの環境が一番大きい問題なんですよ。私の置かれてる環境で、環境とコペンがもうすごく合っているというだけなんですね。うん、もしね、望むならそういう環境にね、自分を置けばいいだけなんで、うん、置けない人とか、ね、それは人の選択肢なんでね、あくまでもいろんなものも選択肢の一つなんで、ね、何を選択するかだけなんだと思うんですよ。私はこれを選択してるだけなんでね、うん、ということですね。ではでは、いや気持ちいい。